浅井が動脈を切断してる。何を持ってるの？鍵か。面白い。走り続けたのか、出血で死ぬまで。おい、誰かがここに呼んだか？いや、追跡してきた。人間の血痕を。じゃあ、友達のデリックを見つけたんだな。まったく大した視力だ。些細な喧嘩の後、あいつを半日も探した。結局、靴に犬のクソがついただけだ。一番いいとんがり靴が汚れた蛇皮だぞ。見てみろ。何を喋ってる？クリーバーが言ってたよな、隠れ家を発見されたら胸を刺してドブに放り込めって。グルン、たまには頭を使え。ウィッチャーが死体を見つけたなら鍵も見つけたはずだ。鍵がないと箱は開けられない。つまりクリーバーに注文の品は届かない。注文の品が届かないとクリーバーは怒る。それが望みか？違うだろ。よく聞けよ。選択肢は2つだ。1つは鍵をよこして手間賃をもらってみんながそれぞれの道を行く。もう1つは騒ぎ立てる。そして俺たちはグルンのしたいことをする。あばらの間を刺してやる。バカだけがすることが2つある。スズメバチの巣に石を投げることとウィッチャーを落とすことだ。詮索しやがって取れろ。間違いを犯したな。